自宅にね帰ろうかなと思って走ってるんですが、桜島の灰がひどいですね。今貝型なんですけどね。桜島の灰がこっちに来てますね。おまけにね、車がむちゃくちゃ混んでます。さっきからねトロトロ運転ですね。もうほんとトロトロですね。もう目の前にね桜島が見えてるんだけど、フロントガラスもね、ワイパー動かしても動かしてもまたすぐ灰がつきますね。光灰のね、噴火の灰がこう窓とかにねついた時に、慣れない人はね水を使うんですよね。桜島の灰だけじゃなくてね、火山の噴火の灰は水を使うとダメなんですよ。余計ねガラスにこびりついてしまってね、どうにもならなくなりますね。これはね皆さん、そんなにねこんな噴火のね灰の中をね走るっていう経験はあまりないと思うんですけど、もしねこういう状況に出会った場合はですね、水は使わないでくださいね。水を使うとね、もうひっきりなしに水をかけないといけないんで、ウォッシャー息もすぐなくなって、もう下手したらね運転ができなくなります。もう前が見えなくなってね運転できなくなるんで、基本的には水を使わない、空拭きっていうかね、そのままワイパーだけを動かすっていうことですね。いやーしかしね車が多いな。まだね今日は4日なんですけどね、もう帰省が始まってるのかな。いやーしかしゴールデンウィークも終わりますね。もうちょっとでね、もうちょっとでゴールデンウィークも終わります。今年のゴールデンウィークもね終焉を迎えようとしてます。まあしかしね、もうどこ行っても人が多い多い。やっぱりねゴールデンウィークはおとなしくしてた方がいいですね。もうほんとね嫌になるぐらい人多いですよね。車も多いし、大隅半島だったらそこまでないかなって思ったんですけどね。今までねゴールデンウィークっていうのは結構ね、大隅半島で友達のね実家のお墓参りとかね、お世話になった人のお墓参りとかやってきたんだけど、こんなにねゴールデンウィークで大隅半島こんな多いっていうことなかったんじゃないかな。まあ盆正月だったらねわからないでもないんですけどね。こっからね桜島ですね。桜島の方へ行きます。縦に車が分かれたんでちょっとは良くなるかな。